ただいまから知事会議を行います。本日の発表事項は1件で、平成29年度県政功績者表彰についてです。よろしくお願いいたします。はい、平成29年度県政功績者表彰について発表いたします。県政の各部におきまして、功績が顕著である個人団体を検証するものであり、今年で67回目を迎えることになりました。今回平成29年度の受賞者は46人の個人であります。その内訳は特別功績者お一人、特別感謝状お一人、県政功績者44名、うち2名が女性であります。お名前等につきましては経歴も含めて手元にですね、一覧表で配布をしていると思いますので、ご覧になっていただければと思います。なお表彰式は11月の20日月曜日に実施をすることにしております。私からとりあえず以上でございます。ただいまの発表事項についてご質問をお聞きしたいと思います。何かございますか。よろしいでしょうか。それでは最近の動向につきまして1点知事からお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日11月8日はいい歯の日であります。山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例によりまして、本日よりも1週間、口腔の健康づくり週間と定めておるところであります。県ではご案内のとおり、口の中の健康と全身の健康が相互に影響を及ぼすということに着目をして、平成26年から医科と歯科を含む多職種が連携をする仕組みを進めているところであります。特に昨年度、平成28年度からは、糖尿病重症化予防医科歯科連携事業という形をスタートさせていただきまして、糖尿病と歯周病に関して医科と歯科が相互に連携をし、早期発見早期治療につなげるという仕組みを検討し、連携するとして紹介状のひな形や啓発ポスターを作成してまいりました。今年度は連携の取り組みを医療機関にですね、周知をし協力をしていただける登録医療機関を募集したところ、10月末までに医科が45、歯科が105の医療機関に登録をいただきましたので、このリストを本日から県のホームページで掲載をする予定でございます。この医科歯科連携が進むとですね、早めに糖尿病が発見をできる、そして早く治療ができる、そして医療費がですね、全体的に減少していくというふうな、いい循環につながるような形をですね、期待をしているところでございます。いずれにしましても、今回今年度が初めてのケースでありますので、随時この登録医療機関歯科の先生方のですね、リストというのは随時見直しを含めて、県民の皆さん方にこういう仕組みがあるんだよということをできるだけ積極的に広報活動、周知活動をしていきたいというふうに考えております。私からは以上であります。今の内容に関しましてご質問をお受けいたします。何かございますか。よろしいでしょうか。それでは他の件についてご質問があればお受けいたします。何かございますか。県政功績者の話に戻るんですけれども、はい、特別功績者の西井室さん、そして特別感謝状の後ろ、チェルさん、それぞれについて、どのような点で県政に功績があったのか、ということをちょっと思います。特別功績者保養賞というのは、今までもですね、県政にいろんな幅広い角度から特別に功績を認められるという形で、顕著な功績という形で、国会議員を経験した方とかですね、芸術家とか、いろんな産業団体の長とかを選んでまいりました。西村さんにつきましては、東芝の社長、また経団連の副会長、さらには、山梨県県人会連合会の副会長として、山梨県の発展のみならず、日本全体のですね、特に経済界の発展に多く貢献したという形で表彰をするものであります。白石先生につきましては、ご案内のとおり3月まで、山梨県美術館の館長を長屋でお務めいただきました。この間、未例展の特別展も含めてですね、来年で40周年を迎えることになりますけれども、世界の一流の美術に触れると
ということを、さらに極めていただき、県立美術館を日本の中でもですね、誇れる、地方美術館として地位を確たるものにしていただいたという功績を踏まえて、特別感謝状という形で、お送りをさせていただくものであります。以上です。よろしいでしょうか。それでは、一般的な事項につきまして、本日の質問がありますでしょうか。産経新聞社の方です。一部報道でですね、焦点となっていた東京五輪の自転車ロードレースのコースが山中湖を周回するルートで固まったと報道されているんですけども、この点についてですね、県の方にですね、水面下で正式で連絡があったのかということと、コースが固まったということについて、知事 のご所見を受け止めお願いいたします。正式にはコース案というまだ私のに届いておりません。ただし前回、前々回にもお話をしたかもしれませんが、8月の30日に東京オリパラの大会組織委員会の副会長の遠藤副会長に、できるだけ早くコースの決定をしていただきたい、そして山梨を通るとお願いしたいという主に2点について要望をしたところであります。今回の部分は正式なコース案ではありませんけれども、私としたら県内に通過をするということが実現できればですね、山梨県をより今まで以上にですね、世界に PR できる絶好なチャンスだというふうに認識をしています。よろしいでしょうか。じゃあその他何かございますか。すいません、今月上旬にですね、第4次安倍内閣が発足しましたけれども、総理は来月までに子育て支援の強化策などをですね、打ち出したいというのはその時こう表明されていますが、政府に対して子育て支援の点で何か期待することがあればですね、ちょっと知事のお考えを教えていただけますか。我県は子育て支援、特に人口減少対策の、一丁目一番地ということも含めて、市町村と連携をしながらですね、昨年度からの、3歳未満児男子無料化や、産前産後ケアセンター、今回地位称号29年度を受けました、病中病後保育のですね、ネットワークの構築というふうなものも含めて、いろんなことをやっているんですが、やはり地方でやっていることの後押しをぜひお願いをしたいなということであります。もちろん個別にはいろんな懸案がありますから、今月末ないし来月上旬にはですね、国への予算、また制度要望というものを今の庁内で全体取りまとめておりますけれども、その中の、大きな重要課題というのが、今堀田さんがお話をされた子育て支援というものもありますので、よく国の政策的にですね、どういうところまで、どういう財源を使ってできるのかという具体的なものがですね、固まってきた中で、さらにこういう点をというものが、そういうタイミングとですね、合わせて、要望また要請ができれば、いいなというふうに考えています。よろしいでしょうか。何かございますか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、知事会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。